トラビス・アウトロは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ミシシッピ州、スタークビル出身。ポジションは、スモールフォワード。身長206センチメートル。体重95.3キログラム。高卒選手の一人。地元スタークビル高校を卒業後、カレッジには進まず2003年の NBA ドラフトより1巡目23位指名を。 受けへポートランドトレイルブレイザーズに入団した。身体能力は光るものがあったが、体の線が非常に細く、技術的にも未熟な彼のルーキーイヤーはわずか8試合に止まった。その後はアウトサイドシュートを磨き、プレイングタイムを年々増やしていった。入団当初ブレイザーズの状況はすんでおり、プレーオフとは ほど遠い状況であったが、2007から08、シーズンには若手を中心に再構築が始まった。彼は、ベンチスタートながら全試合に出場し、平均13.3得点を挙げた。特に重要な場面での出場が多く NBA、6マンショーでも票を集めるなど、確実に成長を見せている。2008年オフには、メンフィスグリーズリーズが彼に興味を示し、 マイクミラーを引き合いにトレードを求めたが、ブレイザーズ側はこれを拒否したとのことである。206センチメートルの長身と、まるでマサイ族のような長い手足にズバ抜けたアスレチック能力が特徴的。跳躍力は折り紙付きで、助走ありでの垂直ジャンプは40インチ以上を記録し、噂ではバックボードの頂点にも手が届くのではないかと言われている。 体つきは細く、ナチュラルポジションはスモールフォワードである。しかし、試合ではスラムダンカーというよりはジャンプシューターとしてプレーしている。NBA.com ブレイザース、トロビスアウトローシャトランスクリプト。ありがとうございます。